パスタとデザート食べてきました。美味しかったです。あと トマトとキュウリもらったり、ビワもらったり、なんかおまけたくさんいただきました。よし、そう、ちゃんと刺さってるかどうか大丈夫かな。うわあ、滑る滑る滑る。よいしょ。よいしょ。ちょっと、危ない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 。よっと。うわあ、ここも滑る滑る。危ない危ない危ない。グリップが全然足りない。もっと荷物重くないと。そう、後ろにあのグリップ持たせるために後ろにも積んでるんで。今のブロックタイヤだったらもういけるかな。そんなにつかめないですよね、地面。砂利があると。違いますかね。ん、時間的にですか、はい、その帰り実装する人のこと考えると、いやいや、そんな人はいないと思う。あ、そうですか。さすがにいないと思う。それは、あ、全員リンコ袋持ってきてますかね。持ってきてますよ。なるほど。全実装前提だと思ってたんで、皆さん。あとあれ、ハラミから奥もう一回登り返しですよね。そう、でかい登り返しの後ありますね。あ、向こうに降りるってことですかね、気温が全然夏らしくないですね。涼しい。気温だけは。だからこんな連続して登り続けるっていうのは初めてっていうことですかね。さっきツイート見たらかなりそれなりに辛いようなことが。辛いですよ。なんかイベント参加しても大体40キロとかなんで。ああ。イベントで40キロとかだと。かなりのスピードで回っちゃいますかね。いや、なんか立ち寄るところ立ち寄るところでいっぱい食べるみたいな。ああ。ツールドラフランスなんかいいですよ。いいですか。どんな感じなんですか。第一チェックポイントで、はい、ラフランス食べ放題です。え、それはあのじゃないですか。ラフランス園で、はい、ラフランス農園で。あ、車来ます。おおばちゃんがラフランス向いて待ってるんですよ。コーラ買います。コーラパイ。
そうよ、もちサミットが10月に。もちサミット。一ノ関です、岩手県。神経がやばいって。10月だとテント持ってきますよ。そうですね。まあ、前日どこ走るかですね。もうなんか、普通の土日ですか。ええ。あ、じゃあもう行って、持ち食って帰る。そうです、そうです。25店舗も出されたら食えねえっていう。結構あれ1個300円とか400円で、まあそれなりにあのご飯1杯分ぐらいあるはずなんで。持ちだから。ええ。こんにちは。25店舗1万円。うん、最大そうなりますね。いや、多分本当に食えないです。腹の容量的に、物理的に無理だと思います。いや、食えないですよ。お茶碗25入ってみる。うわぁ。あ、あれ、カバ坂ですね。あれ、草冠つくんだっけ、あれ。カバ坂。いや、仮なんですけど。仮ええ。でも、読みはカバ坂みたいです。仮坂と書いてる。ええ。あ、しまった。ホタファイ。サイドポケット入れたままだった。後ろに戻さないと。お、笠杉峠。
展望台あと 2.8 キロですか、ね、あの関八州だか関八州だか須だか関八州じゃないの関八州ですか、あの関ジャニか関ジャニかみたいな感じですね。周りの8キロ前後にすごい通りがあるんですか。いや前あのサクサクってあの番組そういうネタがあって、ああそうなんです、でそれ見るもサクサク知ってるんですか。ええ前見てましたあの地五郎時代からになってからやめたけど、ああそうですね、あの辺りから見てなかったですねあそうですね、あの KTV の CM が必ず入る。山の中でデッカー読んだことあります。やっぱ看板を見て、いや車とりあえず置いてあの連れがいたんで、あの次の日にデッカー読んで、それ前あのバイクがこけて挟まったやつ助けた時ありましたね。 ありましたね。あれは我々というか車でシャベル持ってきてた人がすごいいい仕事しましたよねあれが積んでたのかな、もう、あれがですよあれがなかったら本当にレッカーとかですよね。へえ、あ、はまるから、うん、砂利とか。でもあれ普通の軽の、軽のバンカーなんだから、ジムニーとかだって、あのそのあのシャベルつける、あのタイヤのところにつけるユニットをあるもんね、売ってるもん、うん、この間グルメであそこ通って、あの路面の削った跡とかまだ残ってますよ塗料あのハンドルで削れたところあれは助けた側からするとツーリング的にプラスですよね。そう人助け、一ネタいただき、一ネタいただきました、ね、このタオはまああれですけど、決していい思い出じゃないでしょうけどね。自走で帰れたようだからですね、追い越してたし。お大丈夫、調子悪い、よしさん調子悪い、おお、動作的には今日みたいにね、アップダウンを繰り返すのと一気に登って降りるだけで、どっちが好きですか。ああ難しいなこのぐらい緩くてあの緩急がちょうどいいぐらいだったら今度崩すのが好きですけどね。なるほど。なんかせっかく登ったのにロープダウンのかよみたいな、うん、でまたすぐ登んなかよみたいな、まあそれありますけどねまああと一つ登っているせいか今日は前半きつかったけどだいぶ楽になってきました。フロントもまだミドルですから。ミドルだっけセンターだっけセンターか前は。ちょっと写真を押さえで、よっ、you
しょ。反応し。なんかすごい嫌な感じで。俺は反応が来たんだ。確かに。あれ今までは大瀬か。まあでもこの辺り境界線上ずっと走ってますよね。あれトンボどこ行った？こういう感じで走ってるのかな。微妙にあっち行ったりこっち行ったり。銀行袋か。怖いリスかなんかですか？怖くない。なんだろう。あ、またバイク。見えなかった今。一瞬何のサインだろうと思ってピースサインして右手を前出して何だと思って横に出してハンドサインと間違えた。そう、出し方がなんかスパッとしてたんで。こういうとこあったな。
にちは。休憩といえば休憩。獲得標高をかけるためのルートなのか。細かいですからね、アップダウン。勢い。車。ふう。そうそう、この下行きたい人はどうぞ。お寺さんがあるんですよね、高山。あ、行ってる。丸谷さん行ったんですか。行った。え、まあそんなに距離ないですけどね。 14% の高。いやいや、いいよ。いや丸谷じゃない。これイカリング舗装、これが登りにくいんですよね。ギリ坂の印、うん、すごい短いんで 100m とか 200m とか丸谷さんすぐ登ってくる。まあ私は昔いたしな。そうなんですか。はい。これ登ったことあるんですか。あります。よく覚えてないですけど。でも 14% っていうと足柄峠の最後のところと一緒ですよ、ね。うん。まあ、長くなければ。昔ジーパンで走ってた頃。足柄峠は最後ですから。そんな時代が。ジーパンでノーヘルで走ってた頃かな。ノーヘルだったかな、ヘルメットしてたかな。十数年前だ。はい。デジカメが200万画素とかだった時ですね。100万とか。ジーパンでロードはやりましたよ。ラスさんと釣った時。横浜で合流するつもりがラスさんフェリーをくれて結局横須賀まで走ってって行って帰ってきて。この間の東京湾一周。140キロ。あの時ジーパンだった。ジーパンは夏だったら厳しいですよね。汗かくと。しんどかったです。なんかしんどい。前の日もなんか走ってたような気がする。西道州でジーパンで走ってる若い男の子がいたな。あれでしょ、
ウントベック、マウントベック、あれ有名人、あのあれメッセンジャーバッグですね。あ、そう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 。なんかすんごい MTB で、しかもすごい太いタイヤでゴーゴー落とす走ってる。あの人どうなったか知らないんだけど、あの人感想全然感想普通に PC にいる時間がもうすぐ出てっちゃったから、そうそうそう、あんま早くないけど休まないから、そうそうそう、結局17時間とか言われてる。そうそうそう、5分ぐらいで出てっちゃうのね。その人人間もう一人ジーパンでブルベやってる人、僕知ってるわけ、3人知ってて。何ですか、ジーパンにこだわりがあるんですか。いやー、あの、なんか、多分ですけど、はい、ブルベってエントリー費が安いんですよね、はいはい、保険入れで2000円とかなんで、はいはい、なんか、サイクリングイベントに出てみたいんだけどみたいな人が結構平らなやつだったりすると、200円ぐらいだと言いますよね、多分。いや、で、プレスポっていう、はいはい、あのジャイアントのスケートみたいなクロスバイクで、ジーパンで、あ、もう来た。あの、もう来たっすよ。あの、合成皮革の普通の靴で、あの、グローブなしで、あの、リュックで T シャツっていう人がいて、だって600乾燥してるっす。近所に買い物に行くレベルなのに。そんな感じで。なんて楽しそうな。下ってたからもう怖くなって戻ってきた。どこまで行っちゃうんだろうね。あ、不動尊まで行かなかった。ああ。全部下っちゃうんじゃないかっていうぐらい。あ、でもだって。あれそんな下りましたっけ？結構。多分299に出ます。299まで看板が出てる。え、途中にありませんでしたっけ？割とすぐあったような気がするけどな。ボーって感じが、ボー感じ。あ、はい、じゃあ、はい、まあ、筋トレ以外の何物でもない。この辺りはもう前からやってなかったかな。そう、ここら辺り昔来た時ももうやってなかったようなだったかな。多分結構前からだと思います。いやー、多分やってなかったんじゃないかと思うけど覚えてない。いや、やってたかな。この展望台みたいなの覚えがある。日暮らしいなぁ、ね、え、涼しげ、あの夏休み終わり感がまだ始まったばかりの。なんか心に響くな、これ宿題がもうおしまいな、終わってね、終わりが近づく感じが。
川さん、そのまだギリギリまで苦しくはないですか？苦しいですよ。あの、好きな時に休憩していいと思いますよ。わかります。私が言うのはなんですけど、はい、あ、でも走り続けてないと逆に苦しいっていう人もいるしな。休憩すると苦しくなるっていう。止まると汗が止まる。ですね。走ってて風に当たってるから苦しいって感じがするんですけど。今日は予定は合ってないようなもんだから、あの、もう嫌って言ったら多分その時点ですぐにコース変えますよ。多分ジェットさんあたりじゃあ変えましょう。多分何の後腐れもなく。後ろが見えなくなった。ディスクブレーキになってから自転車って重くなりましたよね。重くなってますね。輪行で担いだときにびっくりしました。こんな違うのかと思って。部品がもう徹底的に増えてます。で、前はそのチタンで、しかも XTR で軽いマウンテンバイクで。ええ、でその次がクロスバイクで、それもまあ結構軽いやつで、多分あまり変わらないぐらいだったんですよ。で、一気に3キロかそこら重くなったんで。あれです、今もう V ブレーキの新しいのとかそんなないですか？ないですね。あのジャイアントの下の方のグレードの 4,5 万台ぐらいだったら結構あるんですけどね。でも車重自体がかなり重いから。26インチのオイルを探してたら全然なくて、あのほとんどみんなディスクブレーキ用になって。ホイール自体が。そうなんです。そういう、私も確かそうだったな。はい、マビックの買った時探すとようやくあるみたいな。ねえ、私の方はもう両用のやつでした。 V とディスク。これよりも奥があるってこと。騙されるな。これじゃない。あれ、ドラム缶がなくなってる。確かドラム缶あったと思うんだけどな。この後仮場坂ですよね。この先は、うん、確かそこが力強かったはず。ええ、まあ、これで出てきますから。これ多分ただの山です、ね、もうちょっと道路が上でまた交差してるんで。そうだ、コーラコーラパワー。
感じ。よっと、車、まあもう見えてるか。これかな、どこだっけ、そこ、そこなら登る。でも視界が開けてなくて、でもこれ有名ですよ、この展望台って。結構上広かったような、そうでもなかったような。なんか自転車一人でいい。こっから地図に載ってないな。もうこれより奥はありえないですね。すぐのはずですね。じゃあ行ってみよう。まあ多分 SPDSL とかでも行けるぐらいのすぐじゃないかなと。どうだっけ。さすがワンゲル。ワンゲル、ワンゲルパワーで。これ下りが怖いな。ああ、振動峠、振動峠の時ですね。お、みんな来ないで。もう見えます？10メーターぐらい降りたところが小屋がある。あそこがあれですよね。結構開けてたと思ったんですけどね。違ったっけ？いや、10年経ってもやっぱり周りの植生とかも変わってですね。全然開けそうにないですね。でも私はなんか展望のある看板に足掛けて撮りましたよ、写真。まあ建物の表側見るぐらいはどころじゃないか。
あ、しまった、 GPS 持ってくの忘れた。え、いや、なんでもないです。うお、これは何カミキリだ。トラなんとかカミキリとかか。うん、いっぱいいる。見えないですね。さっきの声じゃないですか。おかしいな。わかった、犠牲者は一人でいいよね。いや、一人で行かせはしませんよ。どうした、こうやって。うっさ、止めといて、そこで。偵察の線を伸ばして。あれ、ないな。記憶にある展望台がない。うわ。え、どっち？こっちか。あれ左の方ですか。まあ、登ったとこなんでしょうね。もうさっと行って、できるだけさっと行って。ああ、GPS 持ってきてないから、後で動画に重ねられない。あれ、どっちどっち、こっちか。あれ、全然記憶と違うな。来ない。行ってやる。来た。よし。こんにちは。こんにちは。よ。あれ、眺めないな。意外と距離ありましたね。素人にはったよ。こんなに距離あったっけ。全く覚えがない。下からずいぶん歩いたということですか。普通にベタに来た方が実は近かった的な。いや、結構ありますよ。だいぶ登りますよこれ。前苦しかったです。じゃあ私は早く帰って、あの皆さんに、はい、お知らせしないと。よっと、
からこう、あれが映りないと、そして、そっちからしゃがんでくれ。あ、撮らなくていいですか、私。あ、撮ります。撮ってもらおう。はい。あ、じゃあ、ここ来て。あ、ほら、来てなくていいよ、ここ。おいで。ほら、これだわ。待ってた。本当だ。じゃあ、ここに。あ、すいません。タワーのてっぺんまで多分映んないですけど。映んないね。いいです、いいです。よっと。できるだけ映るように。はい。せーの。もう一枚ぐらい。はい。じゃあもう一枚、せーの。はい。はい、ありがとうございます。いやはい、あ、すいません。お疲れ様です。はい、どうもありがとうございます。頑張ってください。あ、ありがとうございます。ちょっとカメラの方すいません。皆さん5分以上待たせてるの、10分ぐらい待たせてるか。ちょっとヘルメットかぶり直すためにこれをかぶらないと。よっと。うわ、汗かいてるからヒヤヒヤする。よいしょ。よし。あ、ん？あと3分ぐらいか。あ、追いつかれた。この先のカバサカ峠の景色と変わりがない。うん、あっちの方が多分見通しいいです、いいですね。前はもうちょっとなんかスパッと開けてたと思うんですけど、まあでも記憶違いの可能性もあるな。本当に看板に手かけて撮ってる写真しか残ってないんで。今見返したんですか？ん？今見返したんですか？あ、違う、まだ見てないです。ホームページにアクセスすれば見えますけどね。あの頃は写真そんなに1日何百枚も撮ってなかったんで。今日私が自分の思うままに皆さん誘導してたらえらいことになってることばっかりですね。違う、こっちだ。うん、こっちでしたよね。確かアジサイに髪切りが群がってるとこだ。GPS 持ってきてないから結構不安になるな。
お待たせしました。ありました。もうあんまり楽しくて帰るの忘れそうになりました。いや楽しかった。あれから結構歩いた。結構歩きました。どん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 ずん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 走って歩いていくから。結構登って下って何度か繰り返しましたね。あと今結構木が茂って見晴らしがそんなに良くないですね。あっちとかに行った方がいいんですかね。うん、多分何とか買ったりしてると思うんで。景色だけなら冬とか。うん、前来た時は冬でした。取り合ってる。え？楽しくてなんか我忘れませんでした？童心に帰る的な。ええ。あね、吉井さん言う通りね、うん、川坂峠の景色と何の違いもない。この先で皆さん同じ景色見れますから。しかも道路から。そう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 。道路脇の広場からですね。あれこの先に狩場放送とかやってない時の写真も普通に載せてるんですか。話がいいんですかあれ。それと一緒でやってない時っていうのは振り返りとかやらないで走って写真撮ってる時とかあるじゃないですか。振り返りも放送もせずに走ってることはないです。あ、ないですか。はい、近所に行く時以外。近所この近所をうろついてる時でもたまに放送してますもんね。うん、そうですね。最近はやってないですけど、うん、最近なんか近所をうろつくの暑そうで。いや暑いのと、あと新規のネタがあんまないですよね。走っててもなんか初めて見るもの見たい。ではあとどのぐらいだ。すごいなこれ。歩きで嫌です。あ、まずは飯盛峠か。飯盛峠で定峰で飯盛狩場坂白石大の定峰。あれそうなんでしたっけ、はい。あとちっこいのがグナナとか。うわー、なんか頭の中の順番が間違ってる。さらにね、まあ今日で言うと最後だし。ああ、そうか。さらにが先は下りですね。なるほど。あれじゃ白石からデコボコのあるあそこの道登るんですかね。白石がピークじゃないですか。白石から下るのか。そうか。かな。あ、そうか。さだみねが落ち合いのある方出て、なんで雨降ってるんですか。ね、なんか霧みたいなのが。白石からあのガタガタ上りだったらもう白石で降りちゃっていいんじゃないかと。うん。面白くはないですよね。そうですね。ちょっとだいぶ弱気モードになったんですね。まあ小川さんがどれだけ今本当に苦しむのかわからないけど、そこあたりは察して。いや楽しかった、うん、あれを見ないとかないっすよね。本当にないっすね。ここまで来て、うん、もうあとちょっとってところまで来てんのに。そうか、まあ下から登ってきたのがあそこの途中の分岐なんですね。あ、なるほどなるほど。まあ同じようなもんですかね。ピーク両側からみたいな。それで、いやでもこっちからだとだいぶ道路で登った分だけこっちの方が、うん。お？配電盤かなんかか？おお。なんか
ってる降ってる。この音は多分ペダルのあたりですよね。これ多分シューズの裏がもう結構ガタきてるんで。ああ、それできちんで、うん、私もなんかペダル周りからよく音がキチキチになってるから多分ペダル周りから。でこのカチカチじゃなくてですよね、ギシュッギシュッって。あ、そうそう、ギュッギュッっていってる感じのやつ。結構店増えてるな。バイク、車。飯盛峠かな。あ、そうか、ここではないのかな。ここではない。あ、ここ、あ、いや、ここ。あれ、看板ないですね。この先の分岐のところか。あれ、飯盛峠過ぎ、あ、過ぎてない。これか。
綺麗。さすがに日が出ると暑いですね。でもやっぱ日陰多い。うん、日陰多いからいいですね。よっ。バイクかな。同じバイクが2台も。あ、今同じでした。同じ。色違いの。TZR。TZR って言ったら、Z さんの。あ、そうだね。でもとは関係ないんでしたっけ。確か。バイクは関係ないっていう。あ、そう、動画のために言っとくと、今は Z さんのアカウント名の TZR です。あ、ああ。車。あれ、ああ、ギア落とす方向間違えてる。ん？話す声は今チラッと聞こえたような。ギア落とす方向間違えました。私は超軽くしてしまいました。あれ？お。すかさず Z さんが何か食ってる。なんかさっきも銀行袋落ちそうだね。ああ、そうでしたね。私のに入れてしまってもいいんですけどね。やっぱブルベの技術としては食い方も重要ですよね。食い方、食べ物の取り方。
そう、今なんか一瞬で食ってるからすごいなと思って隙をついて。ああ。ああ。強い振動には。街の中の段差どころじゃないですからね。前が内側に落ちただけですよね。まあ大丈夫じゃなくてもブルペンの人だから何でも大丈夫だろう。リンコ袋横置きしたんですね。あのダウンシートチューブのところのあれがつけられないんですよね。ちっちゃくフレームサイズ。ああ。そっか、フレームサイズが違ってそんなことも。ちっちゃいとここら辺がきつくてつかないっていう。これも上から見るとスレスレだけど横から見るとまあまあ。ガタッとなったらちょっと落ちそう、あの当たりそうではありますね。で、花野さん、なんでそんなあの女の子座りというか、いやこっちの方が低いから楽な姿勢で、楽な姿勢で、なんかちょっとヒロインっぽいですね。そうそう、これが常用漢字じゃないブナ峠。ブナって読むんですか。気変に字、どっかに振り仮名あったと思うんですけどね。どっかに解説版がなかったかな。とりあえず今日だけの大使なら私が何でも積みますから。それを何でも入りますから。バイクまででした。おー、何でした。さらにまた人の中にすごい消えてった。うわ、すごいな。すごい勾配ですね。あそこ落ちてるように見える。トレイル、ダウンヒラーマウンテンバイク。まあ、あの大山から矢別抜ける千元山林道に途中から出てきたらいますよ、バイクで。山から出てきたら。おお、これか。これ言うほどですよね。これは人と鉢合わせたら印象悪いな。もうあのとこまで下ってきた今。
先は樺坂か。樺坂標高どんだけあるんだったかな。鳩結構怖いな。温泉箱だ。あのヘルメットの後ろすごいな。もう結構近いな。 1.7 キロ。そうそう、水は人にとっては結構心細いですね、山は。いくらでも詰めますよ。でしょうね。そう、基本的に旅行装備なんで。
あれこの黒いのなんだ、さっき 1.7 キロってやったから、あと1キロぐらいですかね。あ、そうですか。滑る音がするな。あれ、もう着いた。よかったな。おお、やってるやってる、歌ってる歌ってる。いや、そ、なんだ、150円ってなんだ。こっちの方が眺めいいですね。うん、あ、全然開けてる。あ、でもやっぱり前に比べたら木が茂ってる。800メートルあるのか、ここ。名前そういいな。大野まで行って下っちゃいますね。いるいるいる。あ、大野が一番高い。あ、そうなんだ。大野から下っちゃう。あ、そうだ。
コーラお願いします。コーラ、はい、コーラもう一つ。これにだからここ置いて、多めに出るんだけど、プロの人だから聞いてた。このお店とはどういう関係なんですか？いや、ちょっと知り合いで、やっぱそんな感じでたまたま寄ってくれて、自分もいくらかやるから、ほら。あ、そうですね。そう。じゃあこれで。私はね、白を、ね、で。あ、お皿なくていいです。はい、すみません。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。そうなの。動画のことも聞いとくか。上からやると嫌われるという、そこで 横とか下からやると、いや、そんなに喜んでないです。そうですか、そうですか。でも逃げられなかった。そんなに変わんなかった。顔が違う。なんか顔が丸い感じですね。これあのビデオで撮りながら、あとでこのようにインターネットで出したりしてるんですけど、この演奏の分っていうのは一応あのスキップした方がいいですかね、出さない方が。出しても出してもらえれば大丈夫ですか。そう、自転車走ったの、丸一日走ったの全部あのYouTube とかに上げてるんで。そう、一応あの大丈夫こともあるよみたいな。いつもこうではなくて。いつもは違います。あ、そうなんですか。私は昔あの蒲坂お茶屋さんがあった頃に一遍来て、何遍か来てて、で亡くなった後も一遍来て、それ以来あの久しぶりに来ました。あ、そうですか。ええ、でこういうのをされてるっていうのをあの話では聞いてたんですけど。たまにね、ええ、夕方だから路上ライブみたいにやる可能性はありますか。そう、あのこういうのされてるのは聞いてなかったです。まだ始めた前なんで。そうなんですか。指令が何人かいるので、いつでもからやっていこうかなとは思ってるんですよね。
我々はコーラ飲み尽くしちゃったみたいですね。あら。あ、危ねえ。今水も落ちてたのか。落ちてたのかって。これ深かったら危ないって。なんか埋まっちゃってるんですね、これ。埋まってるから幸いしたけど。あ、どこも入んないですか。あ、ちょっと今私はポトファイから離れてしまって。ここにはトイレなかったですね。あ、なんかちょっと向こうにあります。あの小屋かなんか、そうです。あ、そうですか。うん、トイレか。ん？だよな。ちょっと入れてきます。Thank you.
に普通のボットンな感じなのかな。はい、あ、いや多分なかったです。なぜ繋がってない？ポタファイ電池切れたか。おう、繋がってるな。散歩中2本入ってました。今から送れるかどうかはやってみますけど、今のこれ行きましたかね。わかんないです。今あれなんですか。ん？ツイッターアプリを使ってるんですか。はい。あ、失敗した。グローブしてるとな。届かないか。
くれないな。店名ルート私もすっかり覚えてないな。電波来てるのにツイッター送れない。寒いですね、結構。結構肌寒くなりますね。はい、汗かいて、一遍冷えたから。
なんか寒いぐらいになってませんか？じゃあ、羽田野さんは荷物はなんでそこにつけてるんですか？なぜ右肩近くに？ああ、ずれてきちゃうんですよ。もうここに引っ掛けておかない。肩に引っ掛ける感じで。あ、これ肩に掛けてるんですか？あ、車来ました。なんか右脇あたりにくっついてるみたいに見える。
白石峠は向こうに見えるから、大野峠はもう近いはずだけどな。峠かな。ここは1個削ってあるけど、あんまりどっちしろ段差あるな。
車のパーツですかね。バイクかな。白石か。白石、白石。大丈夫ですか？すいません。私の方が。入れます？ええ、いくらでも。入りますか？そっちの荷物も含めて入れられますよ。じゃあ、ちょっと入れさせてもらいましょうか。はい、さすがにこれは忘れて帰ることはないだろうから。そうですね、帰れないので、はい、じゃあちょっと曲がりさせて、はい、ありがとうございます。どうしましょうか。本当に皆さんどうしてるんですか。今日はこんな感じで小さいです。あとはだから、うん、ダブルボトルじゃなければ、うん、この小さいやつだったらそうですね。ダブルにしなければうまくどこにボトルつけるか、後ろにボトルをつけるか。やっぱりそのでっかいサドルバッグですかね。ああ、いや大丈夫かな、うん、角度でなんとかなるのかな。他にはでかいのをつけられるとこないですよね、うん、あれもう行ったか。まだ印峠ついてないや。そうか、東屋やったな、そういうあそこは。証券車だったらまただいぶ違いますよね。証券車、コストがすごい出てるじゃないですか。シートコース。もう2つも3つも。ここはスローピングしないし。
背中あったかい。まだ体が熱くなってないな。もうちょっと抑えていけばよかったですね。あとはまあ、ちょっと思ったりしてるから。こんにちは。江戸川区と江東区の間にちっちゃい島みたいなところにあるんですよ。はい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 。で、荒川がもうすぐ近く。いいですね。出て5分ぐらいで。なんで？ヒロンもあるんですよ。ヒロンもすごい。ただ一番下流なんで、そこまで行けてるお、こんなとこに河津桜。大きくすると180ぐらい。着いたかな。そっちから登ってくるんですよね。